メイコです。フィアナだぞ。今日はね、ちょっと相談ですね。何を相談するのだ？今回はこちらです。パキ、ローゼンタールを語りたい。パキ、ローゼンタール、通称アキロゼ。またの名をムキロゼを語りたい。ちょっと語りたいんだよね。前も、そんな話をしていたな。何も知らない人のために、ちょっとアキロゼについて話しますと、ホロライブという大手 VTuber グループがあるんだけど、そこに所属する VTuber の一人ね、人気もかなりあると。で、そいつが好きなのか。まあ、私が見た中で、一番ツボに入ったのは、アキロゼなのよね。そいつを語りたいのか。そうなんです。なぜだ？理由は一つではないのよ。いろいろとあって、まずはそれを話そうか。話してみろ。まず一つ目は、アキロゼには、登録者100万人いってほしいんですよ。この動画作っている段階では、約80万ぐらいなんだけど。すごいな。すごいよ。ただ、ホロライブって100万超えがたくさんいるんで、アキロゼにも早くその景色を見てほしいかなと。なので、そのお手伝いをしたいなと思って、私みたいな弱小配信者が、応援しても、特に大きな意味はないかもしれないけど、何もしないよりかは、した方がいいかなと。びっくりマン界隈にアキロゼの魅力を伝えて、一人でも登録者増やしたいなと。お前は登録してるのか？してないです。してないのか？本当かどうか知らないけど、私昔聞いたのは、動画配信者が、他の人のチャンネルを登録すると、YouTube 側が、登録者の水増しとして捉えて、お互いの内部評価が下がるって聞いたことあるのよ。マジか。そうなると、おすすめに出るとか出ないとかに関わるから、アキロゼさんの方は売れっ子だからいいけど、私は売れてないから、評価は下げたくないわけ。だからチャンネル登録って、全然しないんだけどさ。そうだったのか。いや、聞いた話だから、どこまで本当かわからないけど、そう聞いたから、申し訳ないけど、してないのよ。何もなければするけど、そのあたり事情に詳しい人がいたら、教えてほしいです。二つ目の理由は、動画のネタを増やしたい。やっぱり、びっくりマンだけだと、動画のネタを探すのは結構大変なのよ。ここでアキロゼや、ホロライブ関連の話もできればネタが増えると、ホロライブはシールとかもあるからさ、開封動画も撮りやすいし。なるほど。三つ目は、ホロライブマン2が欲しい。これ前も言ったけど、ホロライブマン2が欲しくなってきたので、それをロッテに訴えるため、もしかしたらローソンかもしれないけど、まあ、ホロライブの話題に触れていきたいなと。欲しいのか。欲しいね。まだシールになってないメンバーもいるし。ただ、ローソン限定は、最近はネット関連のものが多いから、今年もしかすると、またやるかもしれないけどね。そして、四つ目は、びっくりマンとホロリスをつなげたい。お互いがつながればさ、お互いにメリットあるじゃない。ホロリスをびっくりマンに引き込めば、びっくりマンの売り上げが上がるし、びっくりマン好きを、ホロライブに引き込めば、ホロライブの売り上げも上がる。そして、私の登録者と再生回数も上がると、いいことずくめよ。結局は、自分の数字が欲しいのでは。もちろん、その気持ちがないと言うと嘘になる。ただ、どちらかといえば、びっくりマンに人を呼び込みたいという気持ちが強いかな。人口を増やしたいのよね、びっくりマンの。ホロ好きには中年もいるだろうから、なんとか引き込みたいね。そこから若者も引き込む、みたいな風になるのがベストかな。難しいけど。まあ、結局はアキロゼ好きなのよね。私はまだロゼ隊と言えるほどではないけど、でも、みんな知ってほしいという気持ちはある。そして、登録者100万人ぜひ達成してほしい。そうか。ただ、言っても、このチャンネルはびっくりマンのチャンネルとしてやってるわけでね。
にもかかわらず、アキロゼの話をしていいものかどうかと、そんなのいいから、ビックリマンの話しろよと言われかねないわけよね。それに、ホロリスやロゼ隊からしても、アキロゼに便乗して、数字稼ごうとすんなよと思われるかもしれない。そんなことあるのか。可能性はある。要するに、アキロゼを語ることは、ビックリマン好きからも、ホロリスからも叩かれるリスクはある。では、やめればいいのでは。でも、語りたいし、開封やりたいんだよね。何なのだ。だから、とりあえず、ご意見ください。アキロゼを語っていいものなのかどうか、これまでの私の視聴者の皆さん、どうでしょうか。また、ホロリス、特にロゼ隊の人で、この動画を見てくれた人がいたら、どうお考えなのか、教えていただければと思っております。よろしくお願いします。参考にさせていただきます。まあ、何か言ってやってくれ。